チャオ、あっちゃんです。今日は出先です。で、出先で商品レビューです。最近ね、新発売してちょっと最近 CM やってるやつ、透明なレモンティープレミアムモーニングティーサントリー天然水、これ飲んでみたいと思います。ちょっと気になっててんけど、ちょっと前にね、テレビでコマーションしてて気になるなって。透明なレモンティーで、持ってきたお茶飲み干しちゃったんね。だからこれ買ってんけど、レモンのね、いい香りがする、天然水ちょっと飲みたいと思います。ちょっと待ってね、レモンティーやからね、黄色のストローを使おう。よいしょ。ではいただきます。あ、レモンティーや。なんかね、すごいね、レモンがすごい効いてて、お茶やね、味が。透明。変。すごく変。なんかね、すごい爽やかで、これ美味しい。先ね、ドンキ寄ったからね、ドンキで88円プラスで売って、買ってん。550ミリリッター入って、100ミリあたり21カロリー。21キロやから、100キロカロリーぐらい、100キロちょいぐらい。タンパク質ゼロ、脂質ゼロ、炭水化物 5.2g、 ナトリウム 26mg、 塩やね。はい。紅茶、有機レモン果実、果汁、食塩、ミントエキス、香料、カフェインとか書いてあるんだよね。普段はこんなもの気にせずに飲んじゃうんだけどね。こんなところまた飲みながらドライブを続けたいと思います。ということで、ちょっと今ね、コンビニ寄ったから、コンビニ寄ったらこれ飲んでんけど、レビューしてんねんけど、コンビニちょっと中見てきて、欲しいものがね、ある、あと新製品買ってこようかなと思って。では行ってきます。またね、バイバイ。